皆さんこんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長、カメラマンの笠子と申します。私の活動理念は2つあります。1つは好きを仕事にする人を増やすということで、結局嫌なことを仕事にしている人が多いから不祥事が起きたりとか犯罪が起きたりとか鬱になったりして様々な問題が起きると思うんですけれども、好きなことを仕事にする人が増えれば社会全体も良くなっていくんじゃないかと思いまして、好きを仕事にするための方法をセミナー業で教えております。もう一つはネットとリアルの架け橋になるということで、まあ、ネットで皆さんいろんな情報を取っていると思うんですけれども、私自身がいろんな場所に行って、海外とか国内でも面白い場所だったりとか美しい景色だったりを、まあ、写真や文章を通して、紹介し、皆さんのリアルとネットの架け橋になりたいなと、この2つの活動理念のもとに活動しております。